皆さんこんにちは。ネットワーク情報学メディアの大平です。それでは大平研究室の紹介を行います。大平研究室ではソフトウェア工学という研究分野の研究を行っています。ソフトウェア工学という言葉を聞いたことがない人がほとんどだと思いますので、まずはソフトウェア工学という学問とその役割について説明します。ソフトウェア工学とは簡単に言うと、品質の高いソフトウェアを低コストで期限通りに開発し、効率よく保守するための様々な技術を扱う学問分野です。言葉でこのように説明すると、簡単にできそうに聞こえるかもしれません。実はこれがなかなか難しいことなのです。なんと、我が国のソフトウェア開発プロジェクトの成功率は 67% しかないというデータがあります。これは実に3回に1回はプロジェクトが失敗する。つまり、求められた品質で、定められた予算で、あるいは予定通りの計画でソフトウェアが完成できなかったということを意味します。一体なぜこのようなことが起こるのでしょうか。ソフトウェア開発を成功に導く、つまり品質の高いソフトウェアを低コストで期限通りに開発し、効率よく保守できるようにするためには、今も様々な支援技術が求められていると言えます。特にこのスライドに載せている大企業では、数十人から数百人、時には数千人規模の開発者が協力して、一つのソフトウェアシステムを完成させる必要があります。そのため、各種支援技術が今も必要不可欠とされています。ソフトウェア工学はそのために存在すると言ってもいいでしょう。それでは、大平研究室の研究内容を紹介します。大平研究室では主に、リポジトリマイニング技術の研究を行っています。ソフトウェア開発では、開発の過程で様々なデータが大量に記録されます。例えばソースコードです。自動車にはスペースシャトル60機分の規模のソフトウェアが搭載されているという話が出てきましたが、数十人、数百人で共同して作成するコード、ソースコードの規模は膨大になります。また、開発者同士で打ち合わせをしたり相談する際には、メールやチャットが使われます。その際にはそれらのコミュニケーションデータが大量に蓄積されます。大規模プロジェクトではプロジェクトが数年かかることも珍しくありません。そうしたプロジェクトには大量のコミュニケーションデータが蓄積されています。その他にも作成したプログラムに不具合、いわゆるバグが混入することも少なくありません。バグを発見して修正する過程も逐一記録されています。大規模プロジェクトには1日で数百件のバグが発見されることもあり、バグの情報も大量に蓄積されています。大平研ではこのように蓄積された過去の開発データを機械学習やビッグデータ解析技術を用いて分析し、開発者の作業を効率化するための各種自動化技術や予測技術の研究に取り組んでいます。ちなみに大平研では、リポジトリマイニングを研究するにあたって、オープンソースソフトウェア開発プロジェクトのデータを活用しています。研究室の名前の一部のゆえんです。オープンソースソフトウェアとは、ソースコードが公開されており、無償で利用したり自由に改造できるソフトウェアで、世界中のボランティア開発者が作成しています。皆さんもご存知の Android OS や Chrome ブラウザーもオープンソースソフトウェアとして開発されています。また最近では企業システムも様々なオープンソースソフトウェアを利用して構築されています。オープンソース開発プロジェクトには世界中の開発者が参加しているため、蓄積されたデータも膨大で、かつ自由に利用できることから、研究用のデータとして主に活用しています。もちろん、企業との研究も精力的に行っていまして、企業データを分析したり解析することも多くありますが、様々な機密があるため内容を公開できないことがあります。
それでは大平研での研究テーマの一例を紹介します。今回紹介するテーマ以外にも多数の研究テーマを取り扱っていますので、あくまでも一例。まず一つ目はバグトリアージについてです。バグトリアージとは、発見されたバグをどの担当者に割り当てれば、バグが最も早く確実に修正されるかという問題です。開発者にはそれぞれ得手不得手がありますので、バグの内容に応じて担当者を決める必要があります。しかし、先ほど少し説明したように、大規模プロジェクトは毎日大量の不具合が報告されていますので、適任の開発者を見つけるだけでも一苦労です。そこで、過去のバグ情報を機械学習し、新たにバグが発見された時に自動的に適任の開発者を推薦するというアルゴリズムを研究しています。次にコードレビューです。コードレビューとは、ソフトウェアの品質を向上させるためにソースコードを評価改善する作業のことです。この絵にあるように、コードの一部、いわゆるパッチを作成したら、レビュー担当者にチェックしてもらい、チェックが通ればコードが公開されます。しかし、実は人間がチェックしてもどうしても半数程度のバグを見逃してしまうというデータがあります。そこで、レビュー担当者がバグを見逃す原因を分析し、バグが見逃されるのを予防するアルゴリズムを研究しています。次はコードクローンの研究です。コードクローンとは、ソースコード中に存在する同一または類似するコード変のことです。ソースコードを作成するために、実際のプログラミングでは同じような処理を行う部分が多数出てきますが、その際、開発者はすでに作ったコードの一部を別のファイルにコピーするということをよく行います。いわゆるコピペです。同じコードをキーボードで何度も打ち込む必要がないので、プログラミング作業の効率が一時的に上がります。しかし、コピーしたコードの中にバグが含まれていたらどうなるでしょうか。バグも一緒にコピーしてしまうことになるので、修正箇所がたくさん出てきてしまうことになります。そのため、コードクローンは結果的に生産性と品質を低下させる要因になる場合があります。大平研では、膨大なソースコードの中のコードクローンを追跡する技術や、コードクローンの混入した不具合を検出する、コードクローンに混入した不具合を検出する技術について研究しています。最後に、ソーシャルネットワーク分析について紹介します。この絵は、2つの OSS コミュニティの中での開発者とユーザーの人間関係を可視化したものです。右側のプロジェクトは、かつて大人気のブラウザを開発していたプロジェクトですが、この数ヶ月後に崩壊します。左側のプロジェクトは、今もウェブサーバーで人気のプロジェクトです。どうでしょう。これら2つのコミュニティの人間関係はかなり違って見えませんか。このように OSS プロジェクト内の人間関係や社会構造を分析可視化することで、コミュニティの健全性や衰退の兆候を検知する技術を研究しています。